巨大隕石の衝突から私たち人類を守っている存在がいるかもしれません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。夜空を流れる流れ星はロマンチックなものですが、これが巨大隕石となると話は別ですよね。SF パニック映画でたびたびテーマにもなっている巨大隕石の衝突は、人類滅亡に直結する最悪の災害であると言えます。恐竜が絶滅した原因であると言われている巨大隕石の衝突から6600万年経っていますが、それほど長い間巨大隕石が降ってこなかったのはなぜでしょうか。そんな大事件がそうそうあるわけないという意見もあるでしょうし、単なる偶然だという意見もあるでしょう。その一方で、それだけの長い間地球が隕石から守られていたのは偶然や幸運のおかげではなく、人知を超えた何かから守られてきたからだという意見もあります。そこで今回は隕石衝突に関しての様々な情報を紹介しつつ、隕石から地球を守っている存在の謎について紐解いていこうと思います。隕石衝突の脅威の歴史。恐竜絶滅クラスの巨大隕石の飛来が6600万年の間なかったのは事実ですが、隕石自体はたびたび地球に降ってきています。日本スペースガード協会によりますと、1913年から2013年の100年間に落下した隕石の数は、地球全体で605回だそうです。1年平均で6回ということになりますが、これは陸地で回収された隕石に限った話で、海に落下したり回収されなかった隕石を含めると、年平均40回ほどの隕石落下があると推測されるとのことです。この数が多いのか少ないのかは人によって感じ方が違うと思いますが、大きな被害が出るような隕石落下は滅多に起こらないという印象ではないでしょうか。ところが2013年のロシアで史上初めて隕石落下による大規模な人的被害が発生しました。チェリャビンスク州付近に落下した隕石は直径17メートルの状態で大気圏に突入。2013年2月15日の朝9時20分頃には肉眼ではっきり見えるほどの光を放ち、隕石円で空に軌道を描きながら落下してきました。そして目がくらむような閃光を放ったかと思うと、細い炎の軌跡を残して地平線に消えていきました。隕石は超音速で飛来してきたために衝撃波が発生して周囲の建物に多大な被害をもたらしました。チェリャビンスク周辺では4474棟の建物が窓ガラスが割れたり、ドアが吹き飛ぶなどの被害を受け、1491人の怪我人が発生しました。中でも52歳の女性は隕石が直接体に当たったために頸椎を骨折して緊急搬送されました。どうやら大きな閃光を放った時に隕石が爆発していたようで、細かな隕石群が広範囲にわたって散らばる事態になったと見られています。チェリャビンスク隕石による死亡者はいませんでしたが、もし途中で隕石が爆発して細かくなっていなかったら、地表衝突時に直径100メートルのクレーターを作るほどの威力があり、当然その周辺の建物や人間たちは強力な衝撃波で全て吹き飛ばされていたはずだということです。チェリャビンスク隕石よりも大きい隕石が落ちたこともあります。それがツングースカ大爆発事件と呼ばれるものです。1908年ロシアのツングースカ川上流で隕石による大爆発が起きました。その爆発によって半径30から50キロにもわたり森林が炎上し、2150平方キロもの広さの木々がすべてなぎ倒されてしまいました。この広さは東京都とほぼ同じと言いますから、その破壊力に驚きます。この爆発で物質が気化して光を帯びる夜光雲というものが発生したために、遠く離れたロンドンでさえ数日にわたり夜が明るく、照明なしでも新聞が読めたほどだったと記録には残っています。不幸中の幸いと言うべきか、ツングースカ大爆発はタイガと呼ばれる広大な針葉樹林の奥地のことだったため、人的被害は報告されなかったものの、これが市街地だったらと思うとゾッとします。では今後このような隕石が地球に落ちてくることはないのでしょうか。実はチェリャビンスク隕石やツングースカ大爆発の時よりもはるかに大きな隕石が太陽を周回しているのです。
チェリャビンスク隕石は17メートル、ツングースカ大爆発の際は50から60メートルの隕石だったのに対して、 NASA が地球衝突を懸念している隕石は全長およそ500メートルという巨大な隕石で、もはや小惑星とでも言うべき大きさです。では次に、この小惑星の脅威についてお話ししましょう。最悪のシナリオ、小惑星ベンヌの衝突。 NASA が懸念を表明しているのは小惑星ベンヌ。全長およそ500メートルということですから、エンパイアステートビルがすっぽり入る大きさです。これだけの大きさの小惑星が地球に衝突したら、一体どうなるのでしょうか。計算上で言いますと、高性能爆弾30億トン分となり、広島型原爆のなんと200倍の爆発力で地表のものを吹き飛ばすそうです。こんな恐ろしい小惑星が、今も太陽の周りを時速10万キロという猛スピードで飛んでいると聞くと気が気ではありませんよね。もちろん人類も手をこまねいているだけではありません。巨大隕石の衝突に備えて対策を練っているようです。 NASA の計画によると、地球との衝突軌道に入った小惑星にロケットをぶつけて軌道変更させる方法があるというのですが、小惑星ベンヌほどの大きさのものに効果があるかは定かではないと言われています。それでは絶望するしかないのかというと、そうでもありません。マサチューセッツ工科大学の研究チームによると、重力キーホールと呼ばれる狭い領域があって、そこをピンポイントで通過した小惑星は地球に衝突する軌道に入ってしまうことが分かりました。つまり巨大隕石や小惑星を破壊したり大きく軌道を変えなくても、その重力キーホールから軌道をほんの少しでいいから反らしてしまえば地球には衝突しないということです。この研究結果を受けて、 NASA は人類初の惑星防衛システムの実証実験を開始。2022年9月に地球から1100万キロ離れた小惑星ディモルフォスに探査機を体当たりさせることに成功しました。ディモルフォスの軌道が変わったかどうかは、まだこれから観測データの収集を待たなくてはいけませんが、守備よく軌道が変わっていれば大きな希望になると言えそうです。ディモルフォスの大きさは直径170メートルですので、直径500メートルの小惑星ベンヌ対策としては、ぶつける探査機の数や質量を3倍にするとか、爆発物を搭載して軌道変更を促すようにすればいいのではないでしょうか。こうして小惑星ベンヌのような脅威が身近にあるということを知ると、恐竜を滅亡させた巨大隕石落下から6600万年も無事だったことが奇跡のように思えますが、実は奇跡ではなく必然だったという説があります。一体どういうことなのでしょうか。 UFO と隕石の驚きの関係とは。宇宙には無数に隕石や小惑星があるにもかかわらず、陸地への年間落下数が平均6回で済んでいるのはなぜでしょう。そのヒントは UFO にあると言います。2004年にツングースカ大爆発の跡地を調査したロシア人研究者グループが驚くべき発見をしたと報じられました。調査団リーダーであるユーリ・ラブビン理事長によると、発見したのは幾何学模様が刻まれたクリスタル状の物質で、地球の技術力では作ることはできないものだそうです。これが何を意味するかというと、ツングースカ大爆発の際に本来なら地表に激突してさらに甚大な被害を与えるはずだったところを、 UFO が自ら体当たりをして被害を最小限に留めてくれたのではないかとラブビン理事長は語りました。そんなバカなという反論が出てくるのも当然です。地球を守っている宇宙人がいるなんてフィクションの中だけだろうと思うのもわかります。しかしチェリャビンスク隕石の際にもUFO から守られていたとしたらどうでしょう。チェリャビンスク隕石の落下は数多くの動画に収められているので、皆さんもご覧になることができると思います。するとチェリャビンスク隕石が大火球になって閃光を放つと、その後方から謎の光が隕石を貫いているのを発見することでしょう。まるで UFO がレーザーで隕石を破壊しているようにも見えるこの事象は、多くの人たちが目撃したようで、それを裏付けるようにロシア国営放送も、これは視覚効果や合成映像ではない、対空防衛システムの発動でもないと
声明を発表しています。となるとやはり UFO 説が浮上してくるわけですが、なぜ UFO が地球を守ってくれるのでしょう。アメリカ政府の極秘計画スターゲートプロジェクトに参加した元エリート軍人であるリン・ブキャナン氏によりますと、宇宙人には4種類あって、人類に友好的で人類の進歩を手助けしたいアクトゥリアン系宇宙人、人類に敵対的で殲滅あるいは支配したいレプティリアン系宇宙人、人類に友好的で交易をしたいグレー系宇宙人、人類に敵対的で関係を持ちたくないその他の宇宙人に大別されるといいます。つまりアクトゥリアンが地球を守っているのではないでしょうか。アメリカ最高の預言者として有名なエドガー・ケイシーがテレパシーで交信したことによって初めて世の中に存在を知られることになったアクトゥリアンですが、彼らは宇宙の中でも最も進化した生命体であり、他の星に害をなそうとする宇宙人たちに目を光らせているそうです。アクトゥリアンの目的は人類の進歩を促し、自分たちと同じく高次元の存在になってほしいということですので、敵対的宇宙人から守る他にも、人類滅亡につながるような巨大隕石の衝突からも守っている可能性があります。月は宇宙人が作った人工構造物だという仮説がありますが、アクトゥリアンならその科学技術力があるはずです。月の存在によって地球は人類が生存するのに非常に適した環境になっていますし、地球に降り注ぐはずの隕石は地球を周回している月の引力によって引きつけられ、地球に落ちる隕石はわずかばかりになっているようです。そして月のガードから逃れた隕石についてはアクトゥリアンが派遣した UFO が撃墜したり体当たりをして破壊したりしているのかもしれません。地球の軌道上の近くには直径1000メートル級の小惑星が2000個以上あり、100万年に数回の割合で地球に衝突してもおかしくないそうです。しかし6600万年もの間一度もなかったということは、単なる偶然というよりはアクトゥリアンの保護があったからだと考えてもいいのかもしれません。もちろんこれは仮説ですし、アクトゥリアンに守られているから万事 OK だと思い込み何もしないようでは、今度はアクトゥリアンに見放されてしまうかもしれません。いずれにせよ、私たち人類ができることは精一杯しておかなくてはいけないのではないでしょうか。 NASA の惑星防衛システムの実証実験は無駄だと冷笑するよりも、収集したデータで次に何をするべきか考えた方がいいと私は思います。決して諦めないその姿勢こそ、アクトゥリアンが私たち人類に望む精神かもしれないからです。